で、そろそろまた打っています。まだ早いかな。いやもうそろそろ打っちゃっていいでしょう。行きます、せーの、はい。あ、やっぱまだこっちか。まあさすがにね、そんな早く見つかるわけがないと。で、もう拾ってかなくていいや、あれいらん、なくなったら作ればいいじゃない。よし、ちょっともう一回投げていきますか。行きます、せーの、はい。あ、後ろだ。あれ、ってことはもう近いんじゃねえ、この辺。この辺に要塞があると見た佐渡でしょう。ほい。ああ、ここだ、ここだ、ここだ。オッケーオッケーオッケー、よしよし。よし、行きますか。多分あっという間に着くけど。あ、待って。最悪。スコップない。おい。あ、行けた行けた。よしよしよし。あ、だだだや。オッケーオッケー。シャベル持ってきたので、これでこの辺だっけ、さっき。ちょっともう一回投げてみます。いきます、せーの。うい。この下だ、ちょうど。オッケーオッケーオッケー。そしたらば、これ気をつけないと自分がこの落下ダメージ死んじゃうからな、これはい痛え。ああ、来た。ああいきなりよっしゃ、要塞来ました。よし、それじゃあ探していきましょうか。あ、なんかある。あ、ここ廃校か。すげえな、ほんと廃校と一緒になってんだね、ここ。あ、チェストだ。なんかあるかな。んー、まあ、いらないんだけど。いらないっすけどね、別に。その必要になったらモッドでなんとかするし。ちょ、おっきくして分かりやすくしよう、これ。あ、見やすい見やすい。いいね、いいね。これで多分これをよく見てれば、分かるんじゃない？要塞の場所。要塞ってあの祭壇の場所。ん？ってか、普通にこっちにない、なんか。こっちなんかない。ね。こっちになんかあんな。こっちに。あったあ、出てきた。怖い。オッケー。よし、ここにこれをはめて、いざ、エンドラ戦と。ほいと。よーし、オッケー。あれね、おー、行っちゃった。実績解除、おしまいじゃないよ、お前。これ結構失ったら割と損害なので、気をつけていきたいなと思うんですけど、これ、ポータルガンで行っちゃった方がいいかな、これ。ちょっと。来た、やべ。これでさ、あ、てか、エンドストーンなんだよね、必要なのは。てかさ、今倒せたんじゃね？倒せた説あるけど、今ので。今ので倒せた説あるけどな。これ、行って大丈夫かな？ほい。あ、行けた。オッケー。よしよしよし。さあ、こっちに来ればこっちのもんよ。行くぜ。荒らすぜ、お前の住みか。ちょっと待って、一回この、ボクセルマップのサイズをちっちゃくしたい。オッケー。通常、オッケー。荒らすぜ。荒らすぜ、お前の、ねじろう。はは、すげえ壊れ。やばい。おお、なんか来た。おらくそ。あ、これでもこれ割とさ、俺装備はさ、武器はチートだけど、装備はダイヤだから、割とワンチャン死ぬぞ、これ。気をつけていこう。ちょっと待って、エンダードラゴン。くっそ、あいつ、うまいことヒットアンドアウェイしてくるわ。ちょっと待って。はい、お前はもう死んでいる。オッケー。オッケー。ということで、皆さん、ついにラスボス、エンダードラゴン倒しました。ということで、皆さん、今までご視聴ありがとうございました。せっかくだから、このエンダードラゴンの卵回収しようかな。ほい。これなんだっけ、下に松明を設置するんだよな、これな。これほんとむずいわ。さじ加減が。ほい。オッケー。あ、てか危ない。本題を忘れるとこだった、俺。エンドストーン。そう、エンドストーン。ちょっとエンドストーン集めようぜ。ラララララララ。やば、溶けてく。ただでさえ柔らかいのに、OK。まあ、50個もあれば十分でしょう。ということで、ほい。おしまい。皆さん、今までご視聴ありがとうございました。いや、皆さんの応援がなければね、この実況、ここまで来ることはできません。それではエンドストーンゲットしたので、あれだ、エクストリーム、そう。俺は、かまどのためだけに、てかかまど作って、違う、俺は、なんならレンガを作るためだけに、今ここまでやりましたから。なんだっけ、松の原木を取りに行くためにウィザー倒すみたいなさ、またなんかよくあるから、これ俺のあるあるにしていこうぜ。さあ、それでは作っていきましょうか。こちら、なんだ、エクストリームファーネイス、はい、オッケー、エンダーアイに、エンドストーンにネザーレンガと、オッケー。はい、それでは、作っていきましょうか。このかまどの最終形態ですね、いってみましょう。ほい。それとエンドストーンと、あとネザースターと、あと、なんだっけ？レーザーレンガー。で、ヘンダーアイト。オッケーできた。エクストリームファーニース。
ご視聴ありがとうございました。アイコンをタップまたはクリックでチャンネル登録お願いします。まあ、皆さんはね多分優しいからしてくれるとは思うんですが、万が一してくれない人がいたらその人が不幸になるように祈っておきます。はい、ツイッターもやってるんでよかったらフォローお願いします。暇な方はこちらのおすすめ動画も見てくれると嬉しいです。それではまた次回、さらば。